はい、画面の前の皆さん、こんにちは、こてつはです。ということで、今回はね、こちらの M1A1 カービンではなく、新武器ですね、追加されたこちら、頂点捕食者 M2 カービンですね。全自動版の、まあ、M1 カービンということで、こいつを使って、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、得意の僕のね、この M1 カービンの一番のカスタムといえば、まあ、4倍スコープということで、M2 カービンにもね、まあ、4倍スコープつけてみたんですけども、このね、M2 カービン、やっぱフルオートだけあって結構ブレるんですよ。まあ、あの遠距離、1、2、3、4発、まあ4発なんですけど、フルオートで撃つとどうなるかっていうと、まあこんな感じですね。リコイル制御しないと、まあかなり跳ね上がる。ブレがめちゃくちゃでかいんですよね。その点、やっぱり M1、単発の方ですね。単発の方はこれグリップつけてないです。はい。で、ラピッドファイアもつけてないんですけど、まあこんな感じですよね。もうブレないとブレないとで、まあ指切りね、僕みたいにね、自信がある人だったら、まあ全然ね、全自動の方のラピッドファイアにも負けないようなね、連射力を出すことができるんで、僕は正直ね、まあ結構いろんな人強い言ってるんですよ、この M2 でも。俺の中では M1 の方がなんとなくいい気はするかなーって感じはするんですよね。まあただやっぱりフルオートが苦手な人って結構多いと思うので、まあ、この独特のブレをうまく制御できるようになれば、まあこの全自動の、まあ、ミオリっていうのが生きてくるのかなというふうに思います。ということでやっていきましょう。よろしくお願いします。ということで、画面の前の皆さん、こんにちは、こてつです。さあ、今回使っていくカスタムは、山岳手段に頂点捕食者 M2 カービンですね。に、基礎トレーニングにルックアウトを連れてきました。はい、なんだ連れてきましたって。まあ、前回 M1A1 のね、4スコ紹介した時に、まあ、こいつはもう、SR にも勝てますよと、そういう紹介の仕方をしたんですけど、まあ、果たしてこの M2 カービンに至っては、SR を超えることができるのかっていうことを、まあ、ニュアンスに入れてね、まあ、やっていきたいと思います。今ちなみに単発で打ちました。はい指切りで打ちました。結構ね、さっきも冒頭で説明したと思うんですけど、独特のブレがあるんですよ、やっぱりその M1 と違ってね。どうしても M1 えい、ナイス。 M1 と違ってやっぱり独特のブレがあるので、その辺がね、こううまく扱えるかどうかっていうのが、まあ、果たしてどうなのって感じだよね。まあ、SR ほどには正直、ガン危な、まあ、SR ほどには正直ならないかなって思うんだよね。やっぱり M1 は本当にグリップつけなくてももうブレないんで、マジでもうノーブレなんでね、マジで M1A1 カービンに関しては。なんでさすがに M2 いくら M2 ね、まあ、全自動全然前世から僕はって、なんか前回も言った気がするわ。同じネタを言っちゃうあたりは私も実況者としてまだまだでございます。やっぱり狙いづれ気がするんだよな。よいしょ。単発の方が、なんだろう、本当にね、自分で狙ってる感がするんですよね。ただ、一気にこいつがフロートになると、で、今、ラピッドファイアもつけてるんで、なんで、まあ、連射速度としては、まあ、指は疲れないというか、まあ、最大限の、まあ、連射速度ですね。多分 M1 と、M1 とほぼ変わらない。うん、M1 の、はい。M1 の僕の、手前指切りと変わらないレベルの、まあ、連射速度は出てると思うんですけども、よいしょ、いたな。それぐらいの連射速度はまあ出てると思うんだけど、いかんせんね、よいしょ、いかんせんってめっちゃ言いますねって、そういえば言われたな、この前。いかんせんってそんなにいつだ、あとで気になるから見てみるか。やばい、撃たれてる、ごめん、危ねえ。で、どっから撃たれてた、後ろか、そこだね。どこ、すっごい、意外なリアクションしちゃったね。さあ、指いきますよ。もう、まあやっぱり SR を超えるぜみたいな、前回みたいな紹介はちょっとできないかなって感じで、ね、さっきから使ってても思うけど、中距離以降、この距離、M1A1 だったら、もう自信を持ってこの距離が覗けるんだけど、M2 の全自動だと、って感じな気がするよね。クロスファイア、こっちには行ってない。いた。まあ、近距離。近距離
まあ近距離がねすごい腰ダメ、あのババ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 って打てるんでそこは楽かもしんないけど、やっぱりその分中遠距離、中遠距離でね、今みたいに腰ダメは楽かもしんないけど、中遠距離でどうしてもイバイチかなって感じはするかな。難しいな、やっぱり M1 の方が俺は正直好きなんだよね。当たらんな今のは。あとまあ全自動で15発ってことだよね、拡張マガジン、あの拡張マガジンつけてないと。それもまた結構ネックだよね、フルオートで15発ってもうねえねえって感じじゃないですか正直。どんだけいいの後ろに、どんだけ。今のあそこ4人ぐらい行列だったぞ。よいしょ。まあぴったりぴったりエイムがあって2連続キルぐらいが精一杯かな、15発だと。うん、1人で今8発使ってるからね。なんで後ろから湧くの。いやーやれないかそれな。まあ今みたいに M1A1 もそうなんだけど、狙っていい距離と狙っちゃダメな距離があるからね。ああいうところは M1 ガーランドだったらまあパパーンでやれるけど、 M1 の3発キルはどうしても辛いかなっていうか、やっぱ指切りやっぱ指切りする必要性があるんだよな普通に遠距離狙おうと思うと。って考えるとだったら花から別にセミオートの M1A1 でよくねってなっちゃうんだよな俺の中では。どうなんだろうね、まあ使いやすい、こっちの方が使いやすいよっていう人はいそうだけど、うーんって感じかな俺は。まあ今回新武器 AR 3つ追加されたんで、その中で言うんだったらまあ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 弱くはないけど結局4点バスト最強なのかなっていうところはあるよね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ見た目が4スコつけるとかなりかっこよくなるんで、4スコクイードルは安定かなっていうふうに思いますね。構える速度もやっぱり4スコの方が圧倒的に速い気がするんで、なんでまあそこで最速のキルタイムを上げつつ、うーん M1 の方がいいかなっていう感じがするかな。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントのよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。これさんでした、お疲れ様です。あーつぱ OK、 いいっすねー、やっぱ KR 強えな。